ラハイキンは、新末民発の軍人、天軍の指導者の一人、五国戦争において、五国軍の将軍の一人として活躍した人物でも、ある。字は陽県、陽剣、陽剣。原石は、四川省、歌陽県、祖父のラズイとは、管理員。父のラシンは、巨人という家柄である。ラハイキンは、1898年に、秀才となり、1903年に、 昆明高等学堂に入学した。しかし、時の政治を論じたことを理由として、退学処分となり、祖父の教え子だった良好総徳、新春権を頼る。1904年、日本に留学し、東京新部学校に入学した。翌年、洋ぶり、広志離婚元の紹介により、孫文と対面し、同年8月、中国同盟会の結成と同時に、これに加入した。 10月、洋、リラと共に革命派の雑誌である、雲南雑誌を編集した。1909年、陸軍士官学校を卒業し、帰国した。帰国後、当初は、新春県の紹介で、厚生省の竜済光に任用してもらい、随衛学童総弁となった。しかし、間もなく、竜から革命派の一味として警戒されたため、ラは、雲南へ戻った。 雲南に戻ると、新軍第十九鎮図鋭学道監督となり、雲南陸軍工部、同歩美陛下教官も兼任した。後に、雲南特連ところ参議官兼、陸軍小学道総弁となる。さらに1911年、第十九鎮第三十九教、第七十四表表等に任命された。1911年10月10日、武将記事が勃発すると、サイは、 李根元、統次行らに従い、羅背筋も革命派の放棄に参加した。雲南軍政府が成立すると、羅は南西総統官、南房総司令、軍政部長などに任命され、雲南省南部の反革命派を鎮圧した。1912年8月、羅は北京政府から陸軍中将に任命される。1913年1月、雲南省民政庁に就任した。 同年10月、父の死去に伴い、民政庁を辞職して、一旦帰郷した。1915年、遠征外が皇帝に即位する。ラハイキンは、雲南省の半円勢力の中心人物として、在津は、東王次行らと、密かに協議し、同年12月25日の五国戦争に参加した。ラは、五国軍第一軍総参謀長に任命され、 第一軍司令のサイツバを補佐して、市線へ出撃した。さらにラは、加算を、雲南食編銀行に献金して、五国軍の組織、運営を支援している。サイ、ラは、物量で圧倒する北京政府軍を相手に前線し、翌年月15日に、厚生将軍の陸栄亭が、半円独立を宣言したことで、形勢は逆転した。同年三月十二日に、縁は、 皇帝即位を取り消し、6月6日には死去した。遠征が医死後、ラハイキンは北京政府から上昇に任命された。間もなく、四川特軍検証庁となっていた、サイツバが日本で病没すると、ラが四川特軍、森治となり、大官が諸四川省庁となった。しかし、川軍の竜有ツとの間で、激しい抗争が発生する。大官は戦死し、 だも北京政府により、四川特軍、森治の地位から免職され、四川省南部に撤退する。東次行から一度は、安国軍総司令に任命されたが、東海。1921年、安国軍第一軍軍長古品鎮が、兵変により、東次行を駆逐して、雲南を支配する。だは、この将兵に応じ、南純越氏として、雲南省南部の平定に従事した。 しかし1922年3月、雲南省へも、らも、党の指名手配を受けたため逃亡したが、同年5月3日、訴客で、党に味方する秘族に逮捕、処刑された。去年45、ありがとうございます。